何を買ったらいいかということで、私大輝が選ぶ北海道お土産ベスト3を今日は紹介したいと思います。早速第3位、じゃん。こちらマルセイバターサンド、これはねもう定番ですね。定番のお土産、まあ本当に美味しい。これですからです。大輝が選ぶお土産ランキング第2位、じゃん。ロイズポテトチップスチョコレートです。あ、来ました。これがうまいんですよ。甘じょっぱいやつですよ。もう塩とチョコの甘みと、これも。はい、それではお土産ランキング栄えある第1位はじゃん、スナッフルズですね。こちらチーズケーキです。じゃん、チーズが脳の甲、ぜひチェックしてください。本当はねまだいっぱいあるんですよ、美味しいの。というわけでもうすっかり暗くなりましたね。ちょっとね札幌は夜になると肌寒くなるのでちょっと着替えてきまして、早速続いてのお店に行きたいと思います。さあこちらです。さあね、ここら辺も飲食店ばっかりのお店でね、この有名なラーメンけやきがねありますからね、それを超えた先の普通だったらスルーしそうなこちらのお店、居酒屋一休さん。こちらがあるメニューがとても美味しいんです。では乾杯。はい、じゃあ早速ね、塩ジンギスカンです。こちら北海道といえばねジンギスカンですから、早速いただきます。あ、いいですね、これですよ。さあそれではいただきたいと思います。臭みなし。いやいやいや、美味しかったですね、塩ジンギスカン素晴らしいね。さあ、もうねお腹がいっぱいです。本当はねまだまだあと3、4軒ちょっと紹介したいお店があったんですけども、さすがすすきの北海道札幌、美味しいものがありすぎてさすがに1日じゃ消化しきれないです。ありがとうございました。